んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、群馬県に向かっております。前回も群馬県に行きました。そして今回も、また群馬県に向かっております。そして前回は水上温泉に向かったんですけれども、今回も水上町の、猿ヶ京温泉ですね、猿ヶ京温泉に初めて行きます。いいお宿さんを見つけたんですよ。ということですね、ほぼ前回と同じ道をドライブしつつ、チェックインまで約3時間近く時間がありますので観光します。伊香保とか草津も行きたかったんですけれども、まあ、この機会に行ったこともない、温泉地も行ってみようかなと思いまして、向かうことにしました。まずはここから約2時間ぐらいですね、2時間ぐらい、ドライブ楽しみます。こちらが水沢うどんで、有名な通りですね。ほとんどのお店が、水沢うどんのお店です。もう何回来たことやら、ここ。あ、混んでますね。やはり混んでますよ。すげえ混んでるんですよ、この道。はい、第一目的地着きました。水沢観世音な、読み方わかんないですね。水沢観音ですね。混んでますね。では中に入ってみます。お土産屋いいですね。風情出してますね。おー、結構な規模ですね。広いかなと思ってたんですけども、意外に敷地自体はそこまで広いわけではなかったですね。これ上はやめとこうかな。水沢観音出ました。そしてこの後伊香保の温泉街に行こうかなとは思ったんですけど、今日祝日で混んでるんですよね。さっきの水沢観音内でも撮影が厳しくて、伊香保の温泉街なんか行ったら余計ね、撮影できるかどうか分かんないぐらい、ていうかもうほぼモザイクになっちゃう感じになると思うので、車でパパーっと通ってみて、まあ空いてそうだったら止まって、混んでそうだったらそのままスルーする感じになりますかね。時間がね、まだ結構あるんですよ。困ったな。伊香保の温泉街着きました。早速廃墟が立ち並んでおります。人はそこまでいなさそうだけど、メインの階段のとこ行ったら多いんでしょうね。メインの石段ですね。人いっぱいでした。そして駐車場も満車で止められませんでした。うーん、悔しいな。どうしようかな。このまんま行くとおそらく榛名湖行っちゃうかな。榛名湖行くかな。霧やば、突然前が見えなくなりましたよ。
な後半の森の影か。春名山ロープウェイに着きました。近くに春名湖もあります。好きなんですよここの雰囲気。相変わらずのお土産屋さんの雰囲気ですね。馬がいますよ。サラブレッドが。なんでこんなところにサイレンス鈴鹿が。ソダシもいましたね。メジロマックイーンかな。乗りたいけどこれ乗ってもな、何も見えないだろうな。うお、たまらんなこの霧と。あ、やってそうっすね。レンタルサイクル屋さんですかね。春名湖です。綺麗っすね。綺麗な真っ白。来てよかった。春名湖出ました。いかがでしたでしょうか。綺麗でしたね。春名さんと春名湖、カメラを映してる時には人が少ないところで映してましたけど、実際はすごく賑わってました。馬もね、なんといたかな、 10頭から20頭ぐらいいて、乗ってる人も結構いましたね。すごくいい場所でした。この後もう一箇所ぐらい観光行けたら行って、本日の目的地の猿ヶ京温泉に行きたいと思います。この後はですね、ロックハート城という有名なお城に行ってみようと思います。ここから約30分ですね。駐車場がほぼ満車というぐらい人気ですね。中には今日は入っちゃうとチェックイン時間遅れちゃうんで入らないですけど、周りうろうろしてみます。見えますね、お城、大きなお城。ああ入りたかったな。結構敷地広い。良かったですね。思ってた50倍ぐらい良かったんで、実際中入って確認してみたくなりました。一回ネットで調べてみますこの後。それではですね、猿ヶ京温泉に向かいます。猿ヶ京温泉近辺も少し見て回りたいので、早めに向かいたいと思います。川沿いのすごく風情のある道に来ました。これは気持ちいいよ。猿ヶ京温泉着きました。いいとこです。結構大きな宿もあるし、目の前が湖ですね。見に行きます。赤谷湖、遊歩道があるのか。あ、遊歩道あるな。というかこれ、え、ダムっぽいな。だいぶ濁ってますな。あ、奥の方までありますね。遊歩道は歩かなくていいかな、これだったら。おー、行けないのか。なるほどね。あ、
あの辺かな。赤谷川を出まして車で猿ヶ京温泉を、走らせてみたんですけれども、温泉街っていう温泉街がなくて点々と旅館とかホテルがある感じでしたかね。で本日泊まる宿もありました、なのでですね、この辺で一旦動画を締めさせていただいて、この後は本日宿泊する、ル・バンベールさん編宿編でお会いしましょう。概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。ではまた後編でお会いしましょう。バイバーイ。到着しました。本日宿泊のル・バンベール故郷さんです。素敵なイタリアンレストランが併設されておりますね。はい、こちらが貸切温泉の天井です。十分すぎる、素晴らしい。では入ります。ピザ来ました。